Terima kasih telah menonton! どうもですす、えー、洗濯物干ししててておりままたーーっっややよんだよ動画作ってるからねだから今回は、えー、とカット編集なしの、えー、ちょっとね思いをしゃべる回となりますので、まあ、ここまでねスキップしてくださった方もいると思うんですが、まあ、なんでこんな作り方をしてるかっていうところも込みでちょっと思いを話していきますのでよかったら最後までお付き合いください。で今日はこれは11月、まあ、中頃に投稿してる文化と思います。 特に受験生の方とか、あの定期テストの直前の方も多い時期かなと思います。えー、いっぱいいっぱいになってませんか？ここがね、心がいっぱいいっぱいになってくる時期ですね。特に受験生は。でまあ今までも動画でちょいちょい話はしてますけど、人は、えー、いっぱいいっぱいになると視野が狭くなります。で視野が狭くなって、かつ、えー、自己嫌悪が 止まらなくななりますダメなんじゃねえかなって自分なんて努力しちゃって無駄なんじゃねえかなって思いがどっかにある方もいるんじゃないかなって思って、うん、そういう方に特に、まあ、届けたい思いがあって今回ね、まあ、こんな動画の撮り方をしてますと、まあ、別にね冒頭の、まあ、1分ぐらいかな分かんないけど洗選択肢回してた時間30秒ぐらいなのかな、まあ、スキップした方もねもちろん多いと思うんですけど「何やってんだろうこの人」って。 うん、それをさっさとしろやって <laughs>。ふうに。まあ、もともと持っている性格でね、そう思う方もいるかもしれないけど。普段はそういうことに思わないのに。自分の気持ちがいっぱいいっぱいになっていると、そういうふうに思いやすくなる方もいると思います。もしかしたら。全く何やってんだか、くすって笑ってくれた方は。まあ、余裕があるかもしれませんけど。そうやって。 普段は思えることポジティブにね感じることができることが感じられなくなってくるんですよね。みんな好きなものとか推しとかいますさあ ?2 次元3次元関係なくさ好きだったものが楽しいと思えなくなってませんか好きだった推しが推しのことをまあ見たいと思わなくなってませんかそれはきっとね心のエネルギーがかなり足りなくなってます。 うん、じゃあ休みなよって言いたいとこではあるんだけど、まあ、休んでたらもっと病んじゃうよね。ねそんな休んでる暇なんてないよって話だからって思ってるでしょそう、まあ、もちろん休んでほしいと思ってんだけど自分もそうやっていっぱいいっぱいなせた時期があるからさだからきっと休みなっていうのは今のみんなにはまだ届かない可能性があるだからその一歩前だね。それ何かっていうと自分の頑張りもうちょっと認めてみ。頑張れてんだって。 しんどくなってるいい頑張れてない時もあるよ1日24時間もあんだから1か月は30日もあんだから相当な時間があるんだよ1か月ってまあ1週間でもいいね7日間ずっと100点なんて無理だよだから頑張れてる時間もあればうまくいかなかった時間もあるんだってでもうまくいってないとこばっか見てないそんなことない うまくいってないとこ目立つからさだからそこばっか見ちゃうと自分なんてダメだってダメだダメだって何休憩してんだよ何休んでんだよもっとやれよってなっちゃうんだよでも今必要なのはその言葉違うんだって頑張ってる時に必要なのはもちろん叱ったも必要だよ自分に対してもっと頑張れよって必要でもやれることやってるぜって頑張れてるぜって褒め言葉一緒にあげないとそんではしんどくなるよ心がね だから今回この動画で伝えたかったのはここまで見てくれてさ冒頭のあの茶番というかあの時間も見てくれて付き合ってくれてでここまで見てくれてるだからこそ今必要なのは両方だよって知った激励なんだって両方必要なのっていうのが分かってほしくてさ普段月曜の動画今月曜ね毎週動画投稿してるんですけど えっと、2部なんですよ。2部。動画の中でね。最初はその週の伝えたいことのメインのトークをしていて、で、編集入れるんですけど、最後の2分ぐらいは毎週何か思いをこんな感じで喋ってる。今回はその思いの部分しか喋ってないんですけど、この動画はね。なので、そこだけでもいいので見てみてください。きっと、まあ多分ね、イラッとさせるときもあります。ごめん。ハイチうるせえよって、こいつなんだよって思わせるときもきっとあるんだけど、でも、何かが届くときあると思ってる。 <laughs> 自意識かないやでもそう思ってんだそう願ってるし信じてるしそれだけは思い込めて喋ってるからそうだから両方知った激けれの両方をちゃんと自分に見てやってくださいそれが大事な時期ですそれが大事、うん、っていうのが伝えたくて今回こんな動画を撮らせてもらいました、えー、もし最初の30秒ぐらいかな洗濯物時間スキップしなかった方本当にありがとうございます <laughs> でもそのぐらいの心の余裕を持っててくださいはい それれが大事自、うん、自分分のの機嫌を取れるのは自分しかいないなですだから自分のメンタルも含めていい場所で自分のメンタルのいい場所で人それぞれ違うから今この辺でこういうふうに考えてるといいなってこっちに振りすぎてもつらいしこっちに振りすぎても駄目だしちょうどいい具合のところでバランスを取りつつ是非一問一問一歩一歩頑張っていってもらえたらと思います。 ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございましたえ来週は多分通常モードで <laughs> お送りしますと思いますのでよかったら来週もぜひ見てみてくださいでは今週一週間もお互いまた一緒に頑張っていきましょうそれじゃまたねバイバイ